こんにちは、サーヤです。今日は新年を迎えたので年始めに占いで運勢を見てみたいと思います。まずはじめにこちら運命相性のとこにある一番下の性格を占うっていうのを見てみたいと思います。基本甘え上手で周りから愛されるタイプ、それがサーヤさんのデリケート性ソフトです。ほう、甘え上手。無理に主張しなくても頼られると不思議と周りは受け入れてしまうでしょう。マイペースなところもありますが、マイペースですね。きちんと周りに気配りもできる人。何かを作り上げるよりも完成品を好む傾向があります。贅沢するのも好きで、年代物の良いアンティークとかわかんないけど、まだ。次、恋愛見てみましょう。人の心をつい深読みしてしまうところのあるデリケート性ソフトさん。考えすぎると些細なことで恋人を疑ってしまい、トラブルになることも出てきそうです。今までそういうことはなかったけど、いろいろ考えてしまうところはまああるかもしれない。言葉や態度の裏を読むよりも先に相手を信用しようと心がけることが大切になるでしょう。話をまずじっくり聞いてみて、攻めすぎたと感じたらフォローを入れることが必要です。そしてですね、さっきこの性格を占うっていうので私の占いをしたんですけど、こっちいつか結ばれる運命の人っていうのもやってみたいと思います。これがですね、運命の人の年齢、性格、恋愛傾向がわかるというものです。これちょっと気になるのでやってみたいと思います。見てみましょう。サーヤさんの運命の人はデリケート性ハード。おお。運命の人の性格は物事を慎重に進めるため行動がスローになりがちかもしれない。デリケート性ハードさん、手先が器用なので手作りや創作といったものに向いているタイプだと言えるでしょう。急に状況が変わることが苦手。それはわかります。私もそういうタイプかもしれない。心配事が多いから一つ一つ確認しながら進んでいくことを得意とします。グルメとも相性が良く。これはいいですね。食べ物の趣味が合うっていうのはとってもいいですね。運命の人の恋愛傾向は、自然体でできる恋愛を選ぶことで幸せをつかめるのがデリケート性ハード。相手のどこが好きか、相手は自分のどこが好きかと考えてしまうところがあります。なるほど。相手の気持ちを受け入れ理解しようとする気持ちを持つことが恋愛を長続きさせるでしょう。私が相手のことを理解して受け入れるというのが大切っていうことですかね。運命の人の誕生日、1996年ってことは1個上ですね。この2つ目のやつが1個下かな。ただこの誕生日の人とはまだ出会ってはないですね。はい、そしたらこちら恋愛の悩みというツールがあるんですけど、こちらもちょっと読んでみたいと思います。あなたの出会い傾向、あなたが恋に落ちるメカニズム、現状に満足しながらも誰かが今の生活とは違うところに連れて行ってくれたらと現実逃避に思いを馳せるサーヤさんは現実逃避ね。はい、異性に自分ができないことをできるのを見るとヒーローのように思えて恋に落ちる。ちょっとめっちゃわかるかもしれない。これなんか自分に持ってないものとか自分にはできないようなことをしている人ってなんかすごい尊敬するし、なんか好きな人が未熟であっても育てることに楽しみを感じ寛大に構えましょう。でもこの自分にできないことをできるのを見るとヒーローのように思えて恋に落ちるでしょっていうのはすっすごいわかりますね。なんか自分には持ってないものを持ってる人を見るとすごく惹かれます。今恋を意識する異性との出会いっていうのを読んでみます。この先さやさんが出会う相手はとても誠実で愛情深い人、わがままを言っても笑って許してくれる心の広い人でもあるようです。さやさんはそんな相手の人柄にぐんぐん惹かれるようになり、相手もきっと同じ思いでありったけの愛情を注いでくれるでしょう。こんなに幸せでいいのだろうかと怖くなるかもしれませんが、この幸運はさやさん自身のこれまでの努力と人柄のなせる技なのです。遠慮したり気を使ったりせず、むっきり恋愛を楽しみましょう。ちょっとこんないい人に出会えたらいいね。わがままを言っても笑って許してくれる、甘えさせてくれるような人、いいですね。こちらその1個下、また出会いが訪れる時っていうのを見てみます。この先恋愛運が高まる時期、この時期恋愛好調の運気が大きく高まります。片思いでも両思いでもこれまで以上に相手との素敵な関係を築くことができるでしょう。ただしこの状況に浮かれて自分本位な態度を取ると足元を救われてしまう恐れも。特に積極的に恋に協力してくれた人たちには十分感謝するように心がけ、一人の努力で手に入れた幸運ではないことをくれぐれも心に留めておく必要があります。周りの人に対する感謝の気持ちも忘れずにということですね。すごい勉強になりますというわけで今回いろいろね今見てみたんですけど、結構私占いとか好きで見たりするんですけど、読んでていくつかああわかるって思うところもあったりしたのですごい楽しかったです。たまにこうやって占いをするとね、すごく自分をまた見つめ直すきっかけにもなったりするのでね、ぜひ皆さんも占いやってみてください。動画の下の概要欄にリンクを貼っておきます。というわけで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。せいでした。バイバーイ。